またまたひょっこり、ひょうたん島、グリコのおまけ、何が出るかお楽しみ、帰ろう。Thank you.
消しゴムなら激落ちくん。鉛筆ならトンボ鉛筆。くしゃみには ラッパのマークのセイロガン。下がって物価が上がろうが、いつかは良くなる。信じること。いつもポジティブに考えを持つことは大切ではないでしょうか。それでは、藤井風子。帰ろうをお届けいたしました。気分爽快、ああ爽快。なんと。それでは皆さんもリラックス、お疲れ様でした。ありがとうございます。さようなら、気をつけて、など、一言も忘れずにしましょうね。それではね。バイバイキーン。明日も、ご期待くださいな。